あん時の命居酒屋を訪れた恭平と雪テーブルにはビールが2つ運ばれてきている乾杯あ乾杯一気にビールを飲む恭平 <laughs> 強いんだ ゆきは少し震えている手を握りしめる長く君昼間どうしたのああのあの部屋で何見て死んだのかとか考えたりして。 悲しくなってよくわかりませんどうしてこの仕事を最初は引っ越しのアルバイトだと思ってきたの遺品整理の仕事だって分かって社長から辞めるんなら辞めてもいいって言われたけどなんかハマって。 嫌いいじゃない楽しい仕事じゃないけど誰もいなくなった部屋に行くとドキドキするそこで人が死んだってああここで人が生きてたんだってそう思う。 もうその人はいなくてごめんうまく言えないそこにお通しが出てくるし,し写真人間は撮らないんですか撮らない別にプロとか目指してないし恭平ビールを一気に飲み干す 早いねもう一杯飲むや,やめときます本当は医者から止められてたから大丈夫精神科の薬昔飲んでて一年ぐらい前にやめてます重度の躁鬱つだって言われて 一回死にそうなくらいひどい時期があってまあ今は一応良くなったらしいですゆき持っていたデジカメのシャッターを切る <laughs> 一回死んだ人撮るのならいいかなって思って。